寝屋川公園駅は大阪府寝屋川市打上元町にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH32。寝屋川市内で唯一の JR 駅である。それまで通過するだけであった寝屋川市に初めての国鉄駅として片町線の複線化に合わせて設置され、約4.5億円の建設費及び駅周辺の整備費用は 全額地元負担で建設された。開業当初から駅名は東根屋川駅だったが、根屋川市内には東根屋川という地名がなく、地元住民から駅名変更を求める声が上がっており、2016年から根屋川市と JR 西日本が協議を行っていた。2018年11月20日、JR 西日本と根屋川市は町づくり連携協定を締結し、 2019年春に、寝屋川公園駅に改称すると発表した。不栄ネア川公園の最寄り駅であることが由来。そして、2019年3月16日のダイヤ改正に合わせて解消された。駅名解消にかかる費用1.2億円は市側が負担した。島式ホーム一面に線を有する駅で、分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。ホームが、 打ち上げトンネル特殊策の区間内にあるので、地上駅舎からホームに降りるタイプの駅である。路面から、改札、改札からホームへは階段、またはエレベーターにより移動する。改札口は一箇所のみ。京橋、市場縄手方面のホームの一部には、ホーム柵が設けられている。市場縄手駅が管理し、JR 西日本交通サービスが業務を受託している、業務委託駅である。 IC カード乗車券、移行家が利用することができる。一部時間帯は無人となる。そのため改札機、券売機、生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、各種機器を遠隔制御している。日中時間帯は1時間あたり4本の区間快速が停車する。朝夕は本数が多くなる。 大阪府統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通り。大阪府統計年間などに掲載されていた値が、西日本旅客鉄道株式会社から提供されていた時点で誤りがあり、寝屋川市統計所では、うちの数値に訂正されている。寝屋川公園駅前広場東寝屋川駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。